なかなか思うように結果が出なかったナナミ。くじけずに頑張れた原動力とは。先生にも褒めてもらえない、周りからの意見もかなり厳しい、そんな状況ですごい悔しくて、でもみんなの前で泣くことは嫌で、なんかこう、ま、こうなんて言うんだろう、弱いところを見せたくなくて、自分も頑張ってるけどその分みんなも頑張ってると思うと、なんかなかなかみんなの前ではなんでだろうとかも言えなくて、岡山に帰った瞬間泣きながら家に帰って、そこからもう猛練習した結果、今すごい褒めてもらえてすごい嬉しい。一番支えてくれたのやっぱピピじゃないですか。毎週絶対ピピと寝て、ピピとお風呂も入って、ずっとピピといて、なんかお姉ちゃんっていうか、普段は言えないけど、すごいピピ尊敬してる。ピピがウォーキングもピピができて自分ができないの悔しくて、たくさん練習したし、ダンスも負けたくないって思って、なんかピピのおかげで頑張れたし、ピピがいたから頑張れました。女子高生ミスコントロール両立のバランスが崩れそうになり、勉強もしながら初めての動画配信を毎日目の下にクマを作りながら頑張っていましたね。負けず嫌いのナナミでも弱音を吐き涙をした日もありましたね。それでも家では集中できないとスタジオを借りて、歌にダンスにウォーキングを週の半分も努力していましたね。毎日が学びの日々で、ナナミが一生懸命取り組む姿、急成長する姿を近くで見て、ママは心から感激しました。そう、悩む内容が今までなかったこととかで、多分すごいなんて言葉をかけたらいいかってママもすごい考えてたと思うのに、私も誰どうしたらいいか分からなくて、ママや家族に強く当たったこととかも何回もあったり、もうダメだってダメだダメだってずっと言ってたり、精神的にも追い詰められた時とかもママが大丈夫だよって、ナナミは頑張ってるよって一番に声かけてくれて、頑張らなきゃって本当に本当に本当に思いました。絶対に絶対に賞取る絶対に賞取る